はい、皆さんこんにちは、ワナリングルビジです。では今回はパワープロ2018栄冠内の続きをプレイしていきましょうというところになります。まあ、前回アイドルウィークも来てチームの力自体はねだいぶ上がったんじゃないかなと思うんですが、その後の練習試合、そこそこのチームとの練習試合では、まあ、かろうじて引き分けに持ち込むのが精一杯ということ で引き続き苦戦が予想されているというところなんですが、その苦戦をねもろともせず頑張っていきましょう。もうすぐね予選が始まりますんで、まずその予選をねしっかり勝ち上がっていく、そこからですね、どうしてもピッチャーがね打ち込まれていく気配があるんで、ただ前評判は E のチームとの戦いっていうのは本当にありがたい、この上ない喜びと言っていいですね。どうしてもこの公式戦勝ちたいんだよな。甲子園出場したい。夏の甲子園はそもそもまだ出場したことないので、まあ夏の甲子園に出場しておきたいっていうのもありますし、まあそれ以前にこのままいくと弱小に落ちてしまうんで、今泉は足が速いけどもうちょっと欲しいよな、パンチ力パワーを上げていこう。まあ、八木はね1年生ですけどミートがすでに D あるんで、まあ、将来はねクリーンアップあるいは1番任せられるかなと思うんですが、さあ試合の前は軽いノックで甲子園出場にかけましょう。まあ大きいのが調子いいだけマシかな。相手ピッチャー小俣君で合ってるかな、小俣君かな、いずれにしても元気いっぱい跳ねてましたからね、ちょっとここはチーム力いい敵のチームを粉砕していきましょう。まずは相手のチームの戦力を確認しておきましょう。え、松枝ってあの松枝？あの松枝じゃないか。うわ、打てる気がしないわ、いきなり威圧感持ってるし。前回、ちょっと待って。ものすごい選手いたぞ、芝。回復 F、死球、シュート回転、乱調。転生プロで島なんていたっけ？どの島なんだろう。まあ、いずれにしても松枝くん打たなきゃいけないのか。いやー、ちょっときついな。ここは、パワー B の、漆原が、とりあえず一発欲しいけど、まあ、いいですね。この回の先頭打者、漆原が出ましたと。ただ点は取れずか。引っ張ろう。どう？ラッキーなことが起きてくれればいいけど、まあ起きないよね。先制点欲しいんだよな。どうしても先制点欲しい。藤沢ってなんか持ってたっけ？満塁男にローボールヒッターか。で、八木は、ミート D だよね。下位打線はちょっとあまり期待できないからな。ボテボテの当たりだ。で、ミートの高い1年生、八木くん。発揮してくれ。よし、先制点。
ナイスバッティング。いいバッティングしてくれた。あとはこの1点を守り切ろう。しっかり。松江田くんを打ち崩すのは結構難しいと思うんで、よし、デッドボールで荻野。荻野はね、打てるバッターピッチャーではないんで、ここは送りバントでいこう。よし、予定通りで今泉。今泉はここは犠牲フライで確実に1点取ろう。さすがだな、前回苦戦を強いられた松枝を攻略したな。完全に攻略した。松枝の心を完全にくじきましたね。お、4番が岩さんに変わってる。まあいいけど、決めてこい試合を。え、ちょっと待って、さよならってどういうこと？コールドになるっていう意味のさよならだよね。よし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 。いや、本来これくらいのチーム力には上がってたはずなんですよ。なんで監督の采配、タイスキー監督の采配の問題ですよね。よし、沖野が超ノリノリになってくれた。これはマジで大きいな。ここは全員の体力を回復しよう。その上でミートバッティングで公式戦に挑もう。まあ、ここは藤沢かな。幕張か。幕張東にも練習試合でコールド負けしてるからな。まあリベンジを決めていきましょうか。そうか、とりあえず1点取られて、うん、2点取られて1点返したって状態なんですね。で、球速152、回復 A、ジャイロ。変化量は小さいけど、4球種持ちか。強いね、単純に。まあ、ヤギまでつなげていければっていうとこかな。まあ、ツーアウトなんで、とりあえずね、ここはヒットでつなげていきましょう。お、抜けていった。まあ、ちょっと帰って怒れないかな、さすがに。で、藤沢、ここもツーアウトか。ここは思い切って一発狙ってもらおう。ツーアウトで回されてもねっていう感じだからね。こ
ここもツーアウトでしょ。漆原、まあ、ラッキーボーイは使うにもしてだ。大きいのが欲しいからな。うわー、ここは引っ掛けた。せめてね、ワンアウトとかで来てくれた方が采配のふるいがいがあるんですけど、こうなっちゃうともうどうにもならないからね。これは抜けていく。うまいな、うまい、本当にファインプレーだ。でワンアウトランナー一塁、9回の表、ここはもう点を取られちゃいけない場面なので、と言ってもね、苦手なんだよな、この投球の指示が。よし、でここは伝令を送って守備に気合を入れさせよう。セーフだね。ただ追い込んだんで臭いところで勝負しよう。よし、さあ1点差を追う9回の裏。2球で追い込まれたか。打ち上げた。どう、これ当たりは、追いつくね、追いついちゃうね。まずいぞ、追い込まれてる。うわー、マジか、抜けないか。いやー、終わってしまいましたね。どういうことだ。残念すぎるな。今回のチームなかなか育ったかなと思ったんですけどね。キャプテンはじゃあ石塚かな。リベンジならずだな。いや本当にちょっとね、応援してくださってる皆さんに申し訳ないですね。不甲斐ない試合が続いちゃってて。もう本当にチームの底上げに専念していこう。まあ、遠投でアイドルを踏んだとティーバッティングで大きいのを使っていく、まあ、合宿までしか踏めないけど、いやどうせ踏めないんだったらティーバッティング残しとけ。ティーバッティングどうせな、消えちゃうからな。ティーバッティングにしよう。あーでも合宿でティーバッティング残しとくっていうのも手だったな。まあ今更ですね。
広角打法誰か覚えて。いや、堀口がハイボールヒッターでもありローボールヒッターでもあるってどういうこと。誰も何も覚えないか。なんか全体的にみんな微妙だな。何も起きない。いや、ここはいすみ南高校と練習試合しよう。ちょっとねチーム弱体化してきてるな。まず松永くんはスタミナ。根岸はコントロールこのままかな。で押し切りは肩が上がって63まで来てるんで、もうミートに切り替えていきましょう。いや、一旦全員弾道上げていこう。また湯浅はすでに弾道が高い。やるな。この練習試合負けてもいいぐらいだよな、下にアイドルいるなら。まあもちろん勝ちにはいきますけど、弱小になるリスクがあるんで。いや、下の方が絶対良くないって感じするけどね。なんで湯浅がさスタメンじゃないわけ。篠崎なんかさダメでしょ、どう考えても湯浅だろ。いや、今村も使えねえだろう。ちょっとここちゃんと組んだ方が良かったな。いや、今村がひどすぎる。一塁誰か使えない。これだろう。代打が使える人員がいないって感じはするけど、ちょっと後でスタメンのオーダー変更はしておきましょう。毎回毎回変えるの面倒なんでね。相手ピッチャー松枝か。いや、松枝じゃなくなってるね。松枝くんも引退したんだな。まあここはお任せしましょうか。ミートっていうのだけ決めてお任せしましょう。チームの自主性を、選手の自主性を重んじましょう。と言いつつ、なんか細かい指示をやっぱり出したくなるんだよな。
お任せにした方がなんかいい結果が出るな、でも本当に。ここの守備はしっかり守りましょう。若松か、ちょっと期待できないな。お、デッドボールだ。松永。ここは、タイムで代打を、いや、代打もいないからな。代打がいれば代打するんだけど、代打がいないんだ。今思えば。代打要員がいないっていうね。ヤギのまぐれの一発以降、いや、そしてもう一発まぐれの一発が出た。ああ、これは入らないか。まあこれは新レイダーでいいですね。で、4番湯浅。抜けていかないか。岩佐の足だとちょっと厳しいかな。いや、守備うまいね、相手のチームは。ここは送りバント。ちょっと待って、これはやりやがった。これは三塁まで進めちゃダメだよね。よし。あとは大きいのを打たれないようにだけしてもらいましょう。よし。これこのまま同点で終えて下のアイドルマスの方に進むっていうのもありだよな。まあもちろん勝ちにはいくんですが。お、抜けていく。そしたら松永君のところで、どうせねこの回で交代なんで代打を送ります。よし、きっちり送りバント決めてくれましたね。で、堀口。うん、これは抜けていくね。お、さよならヒットになりましたね。まあ勝って嬉しいけど、負けて、あるいは同点で下のアイドルマスに行くっていうのもありだったなっていう、ちょっと複雑な心境ですけど。いやー、これ全部5か。5は欲しいからしょうがない。赤マス1個止まるけど。行こう。
っと待って、特訓マスばっか来るってめっちゃ嬉しいじゃん。1が欲しい。1、なあ、誰も来ない。ないね。しょうがない。ここはじゃあコース投げ込みを使って。練習効率が上がったところで、ちょっと大きいのを踏みたかったんですけどね、どうしてもこの先微妙だったんで星にかけましょう。星に、さあアイドル来い、アイドル。アイドル小塚、しょうがないね。まあ向こう見えてる限りまともなマスはないので、できるだけ練習の大きいマスを使って先にジャカジャカ進んでいきましょう。プラスできるだけ青マスに進めるって感じかな。そしたらちょっとねオーダーの変更等々をやっておきましょう。あとアイテムも使っていこう。まず1番堀口はいいでしょう。2番の八木もいい。押し切り、微妙だけどな。とりあえず3年の湯浅を篠崎に変えるでしょ。ありえないからね。で関野だな、外野の関野。若松のところに関野でいいんじゃないの。1番堀口でしょ、2番八木、3番押し切り。ちょっとね打力は弱いけど。で湯浅、石塚、森下と押し切り入れ替えよう。で関の今村か、一塁の今村が微妙だよな。まあでもいないからしょうがないね。
前評判 D のチームと戦って勝てる気がしないわ。ちょっとじゃあその公式戦まではプレーをしていきましょう。30分がね近づいてきてますが、松永が抑えてくれるかどうかにかかってるからな。松永が打ち込まれるとうちの打線だとちょっと点があまり取れないですからね。まあラッキーな一発、あとはラッキーな回がたまたま起きて 1,2 点取れるっていうの以外はちょっと期待できないですからね。と言っていたら、ただなんかうまいこと点を取ってくれてるね。まあ、ここは犠牲フライで確実にもう1点取りに行きましょう。ちょっと浅いな、浅すぎる。ただ点はなんかむちゃくちゃ取ってくれてるね。何があったんだろう。切れていくか。当たりは十分でしたけどね。さあ守備だ。3点リードの守備、ここでしっかり抑えていかないと勝てる試合も勝てないからな。これは取れるね。よし。これで2アウト。ランナーは1塁2塁変わりません。よし、これもイージーフライ。抜けていく。よし。まあ湯浅はね、さっきパワーを5上げてあげましたからね、早速それを発揮してくれたかな。三球三振、まあしょうがないかな。ボテボテだ。ちょっと足がね遅すぎましたね。さあ3点リードの守りです。まあここは打たせて取ろう。3点、4点リードあるからね。4点、この4点リードをうまく生かしていきましょう。あまり慌てない。まあ 2,3 点はいいよっていうね気持ちでいきましょう。とはいえ一応守備に気合を入れて、追いつく追いつく追いつかないか。追いつかないね。しょうがないね。しょうがない。よしよし、 OKOK、 1点はいいです。まあ下位打線なんで落ち着いていきましょう。よしで、点を取られたら取り返そう。まあ、ここは進塁打が欲しいから、送りバントに切り替えましょう。ちょっと、どう？大丈夫だね。よしよしよし。ちょっとね、ボールが速かったんで、
どうかなと思いましたけど、大丈夫でしたね。じゃあここはミートで引っ張ろう。どう？当たりは良かったんですが、まあ、ただこれで浅いヒットでも帰ってこれるね。抜けた。これはエラー？ヒット？ヒットだね。よしよし。これはダメか。無謀だったのか。しょうがないね。ネギシ対ネギシの戦いになってるね。これは取れるぞ。石塚、ナイスプレー。ちょっとこれね、負けるまで今回長くなっちゃうかもしれませんけど、やりましょう。と言っても秋の予選は2回しかないんですけどね。もう1試合はやりましょう。じゃあここでピッチャーを変えていきます。さらに伝令も送って、ファイトも使ってしっかり抑えてくれ。まあしょうがないね。うわ、抜けていく。伝令送ろう。いやー、まずいな。一発出ると同点か。ちょっとなめてたかな。ピッチャーを変えよう。デッドボールか。おい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 、大丈夫か。なんか急にドタバタし始めたぞ。いやー、ヒヤッとしたな。まあとはいえ1年生も出していかないとね、あのこの先がきつくなってくるんで、まあ、そんな余裕のあるチーム状況じゃないだろうというのはあるんですけど、次の公式戦まではちょっとねプレーはさせていただきたいと思います。さあこの公式戦勝てばとりあえず地区大会を突破できる。石塚だな。森下の調子が最悪な状態になってるな。何があったんだ。森下の身に一体何があったんでしょうね。1回戦突破してみんないけるぞって思ってる中、1人だけ絶不調になってたからな。犬伏はクイックは F か、コントロール C、 スタミナ B。 シュート、チェンジアップ、カーブ、バランスがいいですね。まずはお任せでいいでしょう。
まあ、この辺りは軽快にさばいてくるね、敵のチームも。4点取られたか、4点取られたか。これは落ちるね。まあまずは1点かな。でクリーンアップ3番4番5番、ただ3番がね微妙って言ってたから飛ばされて、石塚の打順か。うまい、インコースの難しいボールうまく打ったんだけどな。まあ、まずは1点しか返せなかったって感じか。まあ、ただこれね1点ずつでもいいんで返していかないといけないんで。うまいね、この送りバントうまいよ。一塁は、うーん、惜しい。で今村はここはもう犠牲フライでいい。お、落ちるぞこれは。ただポテンヒットで、まあ、結果オーライだな。森下か、調子悪いからここは一発狙ってもらおう。うーん、しょうがないね。4番岩佐、うわ、ボテボテだ、ボテボテだ。まあ、エラーが出てくれてよかったけど。で石塚、どうだ、うーん、ナイスバッティング。さあこれで1点差だ。じりじりとじりじりと来てますからね。どうだ、入ったぞ。うわ、惜しい。この回で決めたいな。押し切り。打率は1割ない。うまい、押せ押せだな。これはボテボテの当たりだ、しょうがないね。ただ1点でもいいんでリードを取ったというのは大きい。あー、これは同点になるぞ。しょうがないね、この回同点止まりで抑えることが重要なんで。追いつかれてしまった以上は。よし、さあ点を取りに行こう。4番か、4番だったらかけてみる。うまい、なんとか地区大会突破しよう、久しぶりに。で関東大会まで進めれば。内角攻めるのはまずかったな、やっぱ。リードは2点しかないですからね。
ゲッツ狙おう。よし、まあ、ビッグイニングまではいかないかな。4点取って逆転したあの回が全てでしたね。はい、というわけで、まあ、なんとかまず地区大会は突破できたので、この後関東大会もね、勝ち上がって春の甲子園大会出場、これを勝ち取りましょうというところで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。